皆様ごきげんようということで、ブレイキングダウン10で、まあ、1番のアップセット、1番2番か、まさかさんもいたんで1、2番とアップセットを起こした、カンジ君とコラボです。お願いします。お願いします。カンジです。いやビビったね。勝ったね。当日オッズで言うと一番離れてた人ですから、うん、そうですね。4倍近くついてたもんね。はい、そうですね。で、まあ、初出場にして樋口くんに MMA で挑戦して勝つっていう、結構素晴らしいことを成し遂げたんでね、今後ブレイキングダウンのスター選手候補なんじゃないかなということで今日コラボに至ったんですけど、はいはい、実はね、昔練習してた時がありまして、ああ一緒にね、うん、パーツにねいたんですよ。それこそ金原さんとか上迫さんとかさ、当時俺たちが豊橋からこう東京に上京してきてすぐ 1,2 年ぐらいかな、間やってたんで、めちゃめちゃきつくて練習も。あ、そうなんだ。金原さんとかさ、めちゃめちゃ強いじゃん。強いね。で、俺たち兄弟はあんまりその練習環境が良くない状況から初めてこうめっちゃ強い人たちと練習できる環境になったばっかだったから、うん、俺カイトだけほぼ練習して、ジャボットの時から相手いなくて、スパーリングしかしてなかったわけ。ガチスパイ、あのオープンヒンガーでだからめっちゃきつい時に唯一オアシスとして存在してた感じ。オアシスです。オアシスの感じです。あのね、本当パーツの練習めっちゃきつかったんだけど、うん、ガチスパーの日とかがあって、それがなんかこう元立ちっていうの、一人はずっと変わらず、こう当たる側がどんどん変わっていくんですよ。例えば5分のガチスパだったら、1分だったらまた元気もりもりする状態みたいな。ガチスパ中にやばい、だから金原さん、上迫さんみたいな。ギャグもしっかりで、朝倉未来とガチスパしてるじゃん。そしたら 1,2 分経ったら元気もりもりの朝倉海が途中に入れ替わるっていう、そういうスパーリングがあって、その時のみんなのオアシス感じですっていうぐらいね、そんな強い印象がなかったんですよ当時。でもなんか久々に見たら体ムキムキになってて、めっちゃがたいよ ね。筋トレしました。でも格闘技の試合は出てないわけで、はい、実際その本当に3戦未満なので。3戦未満、そうです。そうだからすごいよ、ね、ブレイキングダウンに出てきちゃいけないぐらい練習はしてたんじゃない、実際は。そのいい環境で、だって金原さんとか俺たちとずっと練習してた。あ、でも今出てないんでしょ。そうですね、これ僕本当にミクレさんとカイさんが上京したてた時にちょうど僕も格闘技始めて 2,3 ヶ月目ぐらいだったんですかね。あ、それでもう大沢さんにとりあえず練習入れってやられろみたいな、あ、そんな感じだったんですけど。なるほどね。そう、すごいきつかったんですけどね、はい、リッチ君とかもいたもんね。あ、そうですね。リッチ君はまだ、まあ、メインチャンネル出たことあると思うんですよ。ハワイとか一緒に同行してくれた。あの人がね、体ツルツルすぎてめっちゃグラップリングやりづらいなと思って、なんか塗ってきてんじゃないかなツルツルしてたんじゃないかそういう印象もあるし、結構懐かしいっすね。またなんかパーツのあの頃のみんなでなんか飲み行ったよね。だからあそこで結構ムキムキね、俺たちも強くなって、でそのライズで出てたんで、もう結構本当に4年前5年前とかだったんですね。そうですね、僕も今回そのブレイキングダウン出るにあたって4年ぶりに格闘技の練習始めたんで、うん、あ、そうなんだ。もうやめてたの。完全にやめてましたね。なんでそれは。もうトレーナーとしてそっちの仕事にも完全にシフトして。格闘家のこの夢は。そうなんですよ、もうちょっと格闘技でなんか上を目指そうって気持ちがなくなっちゃってて、はいはい、そうですね、もう普通にトレーナーとして頑張っていこうと思って、うん、格闘技から離れてやってたんですけど、まあいきなりね、勘違いする前にさ、いきなりヤバい連中と練習させられてさ、夢破れるよね、現実見せられてさ、江藤さんとか金原さんとか俺たちとさ、3ヶ月よ。毎日あんな感じだったもんね。そうですね。地獄だよね。うん、いや、行くの本当憂鬱でした、練習。なんか、こう、ジム行くと、打って開けると、みくるさん割と早く来られてて、うわ、こいつはいるわ。ね、緊張感走るんだよね。そうです、そうです、そうです。あ、金原さん来たか。そうです。ちょっと金原さんがいないと思ったら、ちょっとその日だけ遅れてきたりとかして、あ、やっぱ結局いるんだって。ああ、
だからでも、ようやくこう実力がつき始めたっていうか、なんか意外に続けてたら一気に強くなる瞬間だって、まあ、そんな状況なのかなっていう。で、実はブレイキングダウンに、まあ、出るちょっと前にね、久々にスパーリングしたしね、そうですね、はい、ちょうど来たんで、一緒にスパーリングしてみて、ね、お、なんか強くなってるなと思いましたけどね。テイクダウンディフェンスも強かったし。うまかったね、マジで。だから、あ、いやいや、その、樋口くんとやる前に。ああ。だからもう全然俺の中では、どっちが勝ってもおかしくないなと思ってた。その、練習してみて。で、打撃は、うまかったから、意外に、寛治くんの方が分があるんじゃないかなと思って。まあでも世間の評価的にはさ、やっぱ樋口くんはやっぱり負けなしじゃない。MMA、負けたの初めてだよ、テイキングは。そうだね。だから、まさかね、誰ともわかんない、いきなり出てきた男に負けるなと思ってなかったと思うんですけど。まあだから今後ちょっと、やりたい選手とかいればね、イレブンとかもね。誰かやりたい相手とかいるの？正直、特に考えてないんですけど、うん、まあ強い選手とやりたいですね。うん、できれば MMA でやりたいですけど、うん、キックルールでも全然いいかなと思ってます。まあ、結構ね、面白かったけど、でもやっぱり、MMA だったら安井くんとかってやっぱ面白いかもね。ああ負けなしだしね。安井くんが一応5戦無敗なのかな。安井くんと寛治くんの試合は MMA でも面白い試合なんですよ、ね、安井くんつまんない試合しないからね。ずっとこう展開が続くっていうかさ、面白いかもね。でまあじゃあ今後はそういう感じでやりつつ、ゆうりチャンネルとかも出てくる。そうですね、あんま伸びてなかったね、ゆうりちゃん。そうですね、あんまり伸びてないですね。ちっちゃい、ゆうりのチャンネルってさ、ね、なんか結構ムラあるよね。歌以外は求められてないんかなと思って。その時の寛治君もめっちゃ緊張してたよね。そうですね、そうそうそう。なんかさ、ゆうりが最近、糸電話とかし始めてて、はい、結構もう、毎日投稿、結構事務的になってるから、もう、やばいことやり始めたなと思って、先日僕はお手伝いしてきましたんでね。ゆうりと代々木公園で3時間も撮影してましたんで。そうなんですか。ゆうりチャンネルで3本ぐらい上がると思います。でもゆうりって結構強いんでしょ。結構強いです。はい。なんかね、身体能力すごいらしくて。あ、そうなんだ。うん。ブレイキングダウン出てきても面白いぐらい強いと思う。意外に。じゃあ普段は何、そのゆうりとかの、まあ、パーソナル。あ、そうです。はい。してて、それで生計を立ててるんだ。そうです。で、練習は今は、そう、今回だからブレイキングダウン決まって、1ヶ月半ぐらいは、もう、1日2ブレインとか3ブレインぐらい。もう収録ぐらいで。ガチガチやってる。やり始めたら終わりないよ。で、試合臨みました。江藤さんとね。そうです。もう毎日毎日、苦しい苦しい練習に耐えてる。でも、江藤さんとかでやってたらさ、自信なくすでしょ。そうっす。もうそれで何もできなくて。江藤さんと打ち込みやって、もうリッチとかと結構強めのスパーリングやったりとかやってました。リッチ君もね、ブレイキングダウン出たら面白そうですね。面白そうですよね。あの人、プロの試合でブレイキングダウンやってるから。はいはいはい。いやー、カンチ君あんま喋れないんでね。そこそこ難点なんですけどね。すいません。あと、明らかにいいやつ。明らかに。オーディション無理しちゃったなっていうさ。そうなんですね。ちょっと相手の人煽ったりとか、結構喋ったりするの、ちょっと難しいですよね、なんか。うん。まあ、見た目がブレイキングダウンっぽいからさ、いかついじゃん。飯田さんみたいじゃん、なんか、体。そうだね。いかつい。だから今回採用になったけど、まあ今回も実力示したから、普通の、あれの方でいいんじゃない？なんか無理して役作らなくてさ。はい、もう普通に見てみたいもんね。安井君とかにさ。安井君に勝ったらもう、一応、ブレイキングダウン MMA では最強戦になってくる。あ、でも、ケイノスケ選手とかいるか。はい。ケイノスケさんとかさ、MMA とか相当強いから。あ、西谷君は勝てないね。西谷君はちょっと難しそうですね。はい。あ、でも、勝負のあると思うよ、俺。本当ですか。いや、でも、スパーリングした感じは同じレベルよ。そうなの？うん。正直、そのぐらい強い。西谷君の方が、ちょっと勝つ割合確率は高そうだけど、でも、全然わかんないな。そこまでいけたらいいけどね。相手たくさんいるからね。はい。安井君、慶之助選手、西谷君と待ってますから、ね。ああ。強い人ばっかりが。連続参戦でブレイキングダウン14ぐらいで、スーパースターみたいな。頑張ります。でもまたさ、このブレイキングダウンをきっかけで、プロの舞台に戻ってもいいんだよし。
はい、全然なんかブレイキングダウンがきっかけでこう格闘技をまたやり始めた人とか戻ってきた人とかいろいろあっていいと思うんで、ね、今後楽しみですね。楽しみだったですね。楽しみ完全に。天狗が今後やっていくか分かんないんですけど、あ、そうなんだ。話さないといけないんだけどさ、天狗って毎回赤字でペーパービューやってないじゃん。だけど設営とかさ、ライブ配信とかはやってて、まあ普通に天狗だけでも3000万ぐらいかかってるんですよ、毎回。無料配信してたじゃん。だから毎回赤字で。で、まあ、その、ブレイキングダウンの本戦というかさ、何億かかるんですよ。会場費とか人件費とか、煽り部位だけで。1億とかかかってて。剣はやばそうだったね。めっちゃかかってそう。煽り部位だけで何千万、3000万とかで、全試合分やってるじゃん。だから意外にね、結構大変で。だから、天狗はね、ちょっと今後なしになっていくかもしれないし、なんかもし、視聴者の皆さんが良ければ、500円とかのペーパービューでやる考えもあるかも。ああ、安くしてね。500円ぐらいでやれば、多分、トントンになるかな。トントンになるかもしれないな。なんかね、ブレイキングダウンのスポンサーさんもね、結構毎回、天国とか、いろいろついてくれてますけど、アニメ本。結構ブレイキングダウンって宣伝効果すごいんで、緑口さんの本とかも1位とかなったでしょ。ああ、なってた、なってた。ぜひね、どしどし。お問い合わせいただけたら。まあ、そんな感じですかね。なんか、ある宣伝したいこと。なんか、インスタとかなんかやってるの？あ、インスタと X を始めました。じゃあ、概要欄に貼っておくので、ぜひ。気になる方は。あとなんか、パーソナルとかは何受け付けてるの？今は、ちょっと新規の人は受け付けてないんですけど。かっこいいじゃん。で、それも、これからちょっと練習して、練習する時間が欲しいんで、ちょっと格闘技を。はいはい、ちょっとそこをセーブして、やろうかなっていう感じなんですけど。有名人に限り OK？ そうっすね。いや、そんなことないです。そんなことないですけど。女優さんは OK？ 女優さん OK です。女の子だけ、どっちでしょう、ご覧ください。はい。どのくらいなんですか、値段は。あ、でも、それもちょっと人によって違うんですけど。は？それはコースによって。あ、コースによって。人によっての言い方良くないですね。コースによって。それは相当おかしいから。はい。コースによってね。はい。DM していただければ。はい。わかりました。では、そんな感じでね、今日は終わりでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。